皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創造者の斉藤舞香です。阪急茨木市駅のねエスカレーターの工事まだ続いています。はい、今日はうさぎ号に乗ってレッスンに行ってまいりました。うさぎちゃん相変わらず可愛いですね。阪急京都線はうさぎ号です。で、隣の宝塚線がちいかわ号、そして神戸線が八割号だそうです。ということでですね、中のこのね、釣りも可愛くって、神戸線、京都線、そして宝塚線でそれぞれね、違う絵柄となってて、そのね、変化とかをこう見るのが好きなんですけども、まあ、連結部分も可愛いんですよ。思わずほっこりしちゃいますね。梅田ではね、すごく観光客の方がたくさんいらっしゃって、海外の方なんですけど、ちいかわ号とね、今回ね、うさぎ号が並んでね泊まってたので、皆さんたくさん写真を撮っておられました。私が乗ってきたうさぎ号の隣にちょうどね、ちいかわ号が泊まってて、このように出ていく途中だったので動画に収めてみました。ちいかわ号もかわいい。はい、ということでね、そのままスタジオに向かって行ったわけなんですけども、初展示の中をちょっと通り抜けまして、桜と梅を見ることができまして、なんかね、お得な気分でございました。早咲きの桜さんですね。これは鉢で温度管理をして咲かしたんですかね。なんか綺麗に咲いているなと思って見ております。そしてこちらしだれ梅ですね。すごくいい香りしてました。本当に梅は香りがね、本当かごわしいんですけども、目でも楽しめ、香りでも楽しめ、桜と梅を同時に見れるなんて幸せだなと思います。おはず丹人さんでですね、私がハマっているものと申しましたら、こちらのお鍋ですね。見るたびに人がいなかったらチャレンジしてくるんですけども、お鍋を振動させるコツはだいぶ分かってきたような気がするんですけど、水がね噴水のように湧き出るというところにまだ至らず、苦戦をしておりましたら、神主さんかな、来られて声かけてくださって、どうですか、できますかって言って、いや振動はするんですけどね、ちょっと波立つんですけどねっていうのを言ってたんだけど、うまくいかないってことをお伝えしたら、じゃあやってみましょうかって言って、さーって触れたらね、触れた瞬間にね、噴水のようにね、水がこうね、なんか湧き出る違う、なんかね、噴水のようにこうね、上にこうね、本当に綺麗に、どう言ったらいいのかしら、波立つんですよ。で、何が違うんだろうと思って、で、私は今日は水位が低いからうまくいかないのかなと思ったんだけど、全然そんな問題じゃなくって、取っ手に触れるか触れないかの瞬間からもう振動してたんでびっくりしちゃいました。しかもそんなに力入れてないのにね、何が違うんだろう、やっぱり鍋買いに行くかと思ったりしました。さて、今日ね、レッスンの時にね、モネ展の話をしてたんですけども、モネ展ね、5月の6日まで大阪の中之島の美術館でされてるんですけども、1個来てない絵があったよっていうのを伝えたら、今度行こうと思ってらっしゃる生徒さんがですね、何の絵でしたって言って、で、その絵が来てから見に行こうかなって言ってらっしゃったんで、3月の26日から展示されるのは、ジベルニーの積み荒夕日っていうやつですね、49番ですね。ただここ問題がありまして、26日からこの子は来るんですけども、それとは入れ替わりではないんですけども、3月の10日までと3月の24日だったかなまでの展示っていうのがありまして、62番のジベルニの草原は3月の10日までの展示なので、これが見たい方は3月の10日までに行く。で、もう一つねあるんですけども、そちらのね、もうちょっとしたら出てくるかな、3月のね、出てきた睡蓮ですね。68番の睡蓮は3月の24日まで展示なんですね。で、さっきのは3月の26日から展示なので、必ず全部揃ってる状態では見れないというところがね、ちょっと残念ではあるんですけども、はい、何度か足をお運びくださいということなんでしょうかね。で、東京の方ではね、今マティスやってますよね。マティスのね、こういうのを私見たことがまだなかったので、うわ見たいなと、大阪ないかなと思って調べてるんですけども、残念ながら大阪はないみたいなので、美術好きの生徒さんは東京行こうかなって言ってらっしゃったんだけど、本当に東京行きたいなと思うぐらい可愛らしくてね、綺麗な作品ですね。大体東京のこのモネ展ではこういう絵があったそうなんですよ。睡蓮の葉の上を歩いてみようってやつね。で、実際にここカメラも OK だったわけなんですけども、
この睡蓮のね、プロジェクションマッピングになるんですかね、映像がこう流れてまして、で、柳がねゆらゆら揺れたりとかする、で睡蓮がねこうね一面にこう広がるところをこうね人が歩いていくとですね、風景はこれね静止画なんでね、実際に揺れてないんですけど、柳が揺れたりとか木々がねさわさわ言っているのが目で感じ取れる中、こう睡蓮の上を歩くとこのように水門が、これも静止画なのでごめんなさい、本当に歩くたびに、一歩歩くたびにこうね水がね波打って本当に睡蓮の葉の上を歩くような体験ができたそうなんです。中之島にも欲しかった、残念とか思いながらですね、はい、で今日はちょっと気になるものも見つけちゃいました。ダリさんのですね、これイマーシーブミュージアムになるのかな、めっちゃ面白そうなんですよね。このモネのさっきの睡蓮のやつとかもそうなんですけども、ダリの世界にこんなにね没入できるのはちょっと楽しそうじゃないですか。いや、がっつりダリ展私結局まだ行けてないんですよね。でダリは好きな、はい、画家さんの一人なので、ぜひねこのね世界観には浸りないなと思ってるんですけども、これも東京なんですよね。大阪来ないかな、来てほしいなと思っております。それでは皆様、またね。